日刊スポーツのニュースサイト、日刊スポーツコムです。サイトのナビゲーションへ移動、このページの本文へ移動、トピックスナビゲーションへ移動、フッターナビゲーションへ移動、ここからこのページの本文です。このページの先頭へ戻る、サイトのナビゲーションへ移動、トピックスナビゲーションへ移動、フッターナビゲーションへ移動、2017年9月10日13時51分、ツイートタイムライン、シーサケットのパンチを浴びるローマン・ゴンサレス、AP、プロボクシング、WBC 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦、9日、日本時間10日、米カリフォルニア州カーソン、スタブハブセンター4階級制覇王者にして前 WBC 世界スーパーフライ級王者ローマン・ゴンサレス、30-2ニカラグア、が衝撃の KO 負けを喫した3月にベルトを奪われた王者シーサケットソールン・ビサイ、30-対、とダイレクトリマッチに臨んだが、4回に2度のダウンを奪われて、レフェリーが試合を止めた。 KO 負けは48戦目で初めてだった。日本の定拳プロモーション所属の小柄な、ロマゴン、は、米老舗専門誌、リングマガジン、選定の、パウンド4パウンド、全階級通じての最強選手、1位に長く君臨してきた軽量級でも本場でスター選手になれると証明し続けてきた。この日のセミファイナルで WBO 世界スーパーフライ級王座の6度目の防衛に成功した井上尚弥、24-台。